功労ア,リアン功労の領域。功労は、中国の五個十六国時代に、帝族出身の旅行によって建てられた国。建国者の旅行は、同じく帝族出身の父子が建てた、前身の建国以来の後身として、数々の武功を建てていた。前身の最盛期に、府県が、東神の政党を図った時、旅行は、都督西内諸軍事に任じられ、再育遠征を命じられた。 383年1月に遠征に出発して火星回廊を進軍し384年7月に記事の正当に成功したこの時すでに西域に広く黎明を馳せていた熊ら銃をその日後の元に置いた実は釈道案より熊ら銃の声明を聞いていた府県が旅行に対して記事を支配下に置いた時は熊ら銃の身柄を確保するよう命じていたという 旅行は、さらなる生成を行おうとしたが、廃下の将兵の希望と熊ら銃の進言により、旅行はさらに西の地方への進軍を諦め期間を決断した。ところが、交渉大使の洋館が抵抗したため、385年9月に、旅行は洋館を降伏させて、交渉を制した。ここで旅行は、翡翠の戦いでの全進軍の敗北、その後の長安の混乱を聞き知ることとなった。 投身した旅行は玉門に入り、かつては全身配下の領収支し,し、領機を主戦西部で破った。姑蔵に入った旅行は、彼の地で領収支し,し、森京行為を名乗り、事実上の自立政権を打ち立てた。386年9月には、府県の死を知り、文明皇帝の死亡を送っている。10月、旅行は、田安と改元し、主戦校を自称している。正式には、 これが、功労の建国であった。387年12月、全領の復興を起としていた、超高志鈴の生死の長代よの軍を破り、旧前領の支配地域を、ほぼ掌握することに成功した。389年2月に、三河王を自称し、396年6月には、国語をダーリアンと定め天皇位についた。旅行は、周辺諸国と争い勢力を拡大し、 388年からは、西広市と交戦して392年8月には、西新の首都近所を落とし、395年7月には、西広市を服属させた。397年1月、旅行は、再度近所を攻撃して一時は陥落させたが、西新の反撃を受けて敗北した。この敗戦で、高労島南部では戦費が何両を、5月には、 健康軍隊主の団業らが反乱を起こして北領を建国したため、功労の勢力は大幅に縮小した。8月には容器による反乱も起こり、この反乱は鎮圧したが、功労は衰退が顕著になり出した。旅行は399年12月、死の直前に大乗皇帝となり、間もなく死去した。旅行の死後、王朝内で皇位継承争いが相次いだ。まず、 旅行の後を継いだ着手の旅償は、即位してから5日で兄で、所長氏の旅さんに背かれて自殺させられた。旅さんは400年3月に南両を攻撃するが敗退し、6月に北梁を攻撃するもその隙に南両に攻撃されたので敗退し、勢力拡大には失敗した。そしてこの旅さんも401年2月に、重帝の旅長と旅隆氏に殺害され、旅隆氏が即位した。 内紛続きの功労に対して、7月にはアトシンの高祖要求の攻撃を受けて、シュ姑娘像が包囲されて9月に降伏した。両高氏は要求から剣康校に封じられて、シュ姑娘像への滞在が許されたので、功労自体はアトシンの俗国となった。しかし403年7月、南領と北領の攻撃を受けたため、8月に自ら侵入してアトシンの軍勢を迎え入れるために、 長安に赴き、国家としての功労はここに完全に滅亡した。両鷹氏は除名されて、三期上司として用いられたが、五神末期の騒乱の中で四百十六年に無本に、加担して殺害された。旅行は、帝族をはじめとする五個を中心とした体制を敷き、養殖にはすべて五個が就任して漢族には、大使がせいぜいという冷淡な扱いをした。これはそもそも旅行が、 前身の将軍として生成しており、それを、家政の死人が補佐していたという勢力基盤に反する、ものであり、功労国内では、主戦軍や西平軍大使などの官族が常に、反乱を起こしており、功労の勢力基盤は、不安定であった。大祖一部帝旅馬郎のコイン王旅行の着手、霊帝、旅将の兄で、旅行の社長死後主旅行の弟の旅だからの答えやす、一説に、 大安銀貨リン商両秘書公かなえ、エ、ABCDE 岬、五個十六国、中国市場の民族大移動、P128、ABCDEFGHIJKLMN、大岬、五個十六国、中国市場の民族大移動、P129ABCDEFGH 岬、五個1六国、中国市場の民族大移動、P130ABCDE 岬、 五個16国、中国史上の民族大移動、P131、ありがとうございます。